万人が効果を感じられる引き寄せテクニックまとめ。万人が効果を感じられる引き寄せテクニック決定版みたいのを誰か開発してくれっつう話だ。その手放すとか今ここに感謝するとかを一連の流れの中に含めてさ、全員が志望校に合格できる勉強法を開発しろみたいなもんだから無理だと分かってるが、合格率の高い一流予備校のやり方みたいのを作ることはできるんじゃないのか。ここまでノウハウ知ってる連中が揃ってるのなら。でもなんつうかな、じゃあスーパーマリオの完全攻略本があれば誰でもクリアできるかっていうと、とか思ってみたわけだぜ。ああそうだな。しかしマリオの例え多いな。年バレんぞ。いや前年代に伝わるかと思ったんだが、で今ちょっと車を運転してきたんだが、運転しながら数マリじゃなくて運転に例えればいいんじゃねと思ったわけだぜ。教習書もあるわけだし、安全運転マニュアルもあるわけなんだが、それでも事故を起こすやつがいるわけだぜ。だがそれで教習書に言われた通りやったのに事故ったのはお前らのせいだという訴訟をしたやつは聞いたことないんだぜ。じゃあなんで事故ったのかということをまとめておくのは非常に意義のあることだと思うわけだぜ。例えば安全に目的地にたどり着こうという目的を忘れてつい歩道の美女に目が行ってしまったとか、酒を飲んで運転してたんであまり覚えてないとかみたいにだぜ。まあ大体の事故の原因は自分が運転しているという意識がないせいじゃないかと思うわけだぜ。同じようにロアの失敗の原因は自分の人生を自分が運転しているという意識が薄れた時じゃねとか思ってみたんだぜ。例えば過剰ポテンシャル状態を山道のドリフト走行に例えてみる。で事故ってからこういうわけだぜ。私の人生はあんなにうまくいっていたのに、どうして突然こんな悲惨な状況に転落するんだ。俺は肯定派だが、できるやつもいるしできないやつもいる。失敗したらそれはお前の念じ方が悪いみたいな論法じゃ、そりゃ確かにそれのどこが法則じゃいって切れるやつがいてもしょうがないと思うぜ。だからやってみて失敗したならしたでいいんだが、失敗した時の修正チェックポイント、これから試してみよう。一番手放すはできてるか、手放すとはってのがあれば便利なんだがね。いいね。もちろん個人によってやりやすさというのはあると思うけど、大枠は一緒だよね。外しちゃいけないのは、1、叶ってほしい状態に焦点を当てる、間違っても欠乏に当てちゃいかん。2、足を引っ張るネガな思考、感情を薄めていく。3、その状態を味わう、その方法としてイメージング。4、忘れるイコール手放すイコール今に集中イコール現在の行動に集中とか。まあくまで例だけど、そうそう、そのノウハウはコテ班ごとになっているんだけど、コテ横断でできるといいかもと思うんだよ。共通するのは丸ワクワクポジティブ感か、イコール楽しむイコール気楽イコール力まない丸願望に焦点、丸無理のない範囲でイメージング。×焦り不安、×トラップセット、×ネガイコール欠乏への焦点。テクニック、丸思考、信念と願望の調整、22段階、丸ポのなんとか、名前忘れた、丸振り返り法、108詞の、私はどうやって解決したのだろう。丸断定法、108詞の、すべてはうまくいっている、×したくない行動イコール無理、とかね。すごい、わかりやすいですね。体感というか実感できないと難しいのかな。今に満足って言ってもそんなん無理だよって思う人も多いと思う。自分自身がそうだったから、何がきっかけかは分かんないけど、ある日突然来たよ、幸せだなーって。その後こうだったらいいなー、でも今幸せだからそうならなくてもいいやって思い始めてからはいい流れに乗ってきてると思う。こうじゃないともう絶対無理って思ってた頃より気楽だから人生が楽しくなってきた感じがします。私もかれこれ1年近く潜在意識とか自己啓発系のサイトや本読んだりして取り組んでみて、
やっと最近、今現在に満足するって感覚になったんです。私もある日突然でした。願望はまだ叶ってないんだけど、ああ、私って幸せなんだなって感じるんです。で、百八さんの話を読んで、全スレの1、願望実現をいつかに設定してる限り何も起こらない、これが当てはまるなと思ったんです。マーフィーとかも叶っているつもりでみたいなこと言ってるけど、イメージングでその時のワクワク感や嬉しい気持ちを感じても、目の前の環境、景色が現実のままなのでギャップを感じてしまう。今この瞬間叶ってないって思ってしまうんです。その後こうだったらいいな、でも今幸せだからそうならなくてもいいやとまでは思えないので、まだ執着してるってことなんでしょうかね。幸せだなって感じるようになってから、お腹の底からワクワクドキドキする感じ、楽しいイベントの前日みたいな、で、何か大きなものが自分の行きたい場所に押し上げてくれるような変な感覚があるんです。だからもうすぐ叶うのかなって思うんだけど、その時点で未来のことになっちゃってますよね。とまとめると、ギャップを感じている時点ではまだダメなのかなってことを言いたかったんです。私はどん底からの逆転なので、大したことじゃないかもしれませんけど、確かにお腹のあたりのワクワク感ありますよね。私の場合は今十分幸せだと思ってるので、もうすぐかなとかもあんまり考えてないです。願望については相当本当に必要なのかを検討しているので、自分にとってそれが必要なら受け取って当たり前と思ってます。先を考えても仕方ないことに気づいてからは、とにかく今を大切に楽しく過ごしています。幸せ感を感じるまでは自分が貝になることをしていても、欲しいものが手元にない、行きたい場所にいない、欠乏感が強かったんです。それが一月くらい前に突然、何をしても今の日常が幸せで満たされている感じになって、以前の欠乏感がなくなったんです。願望は叶ってないけど、今この瞬間は幸せだなって。でもそれで願望が叶わなくてもいいやって思えないんですよ。やっぱりあれが欲しいって思うんです。どうしてもあれじゃなきゃって感じではなく、あれがあったらもっと幸せみたいな。それで日常の幸せ感、イメージングで願望達成後の感覚の先取り、現実に変化なし、あれ日常の幸せ感のループで、変な感覚が続いてます。もう暗闇で手探りの状態は抜けていて、家から一歩出れば外は快晴なのは分かってるのに、ドアの開け方わからないような状態です。やっぱり執着してるからかな。今欠乏感がないのなら、執着かなんて気にしなくってもいいんじゃないでしょうか。私が思うに受け取るタイミングもあると思うのです。たとえ快晴でもドアを開けたら突然強風ってこともありますよね。いい流れに乗っていらっしゃると思いますよ。常に引き寄せてる、振り返れば丸分かりだ。マーフィーとかも叶っているつもりでみたいなこと言ってるけど、イメージングでその時のワクワク感や嬉しい気持ちを感じても、目の前の環境、景色が現実のままなのでギャップを感じてしまう。今この瞬間叶ってないって思ってしまうんです。まさに今それだよ。普通に考えると今とっても幸せなんだけど、頭ではなく心とか体では感じられてないんだよな。頭と心が一致しないなら、もっと自分が幸せと感じることをたくさんしてみるといいかも。ちっちゃいことでも何でも、音楽を聴くとか映画見るとか買い物するとか何でもいい。自分で満たしてあげるといいと思う。願望とは直接関係ないところで自分を大切にしてあげると、なんでか不思議と見える景色が変わってきましたよ。そうだね。例えば音楽鑑賞やダンスや楽器の訓練、あるいはトランポリンを無心に飛ぶでも、山登りでもマラソンでも、とにかく誰にとっても頭や心が離れてゆかず、思わず一つになってしまうような個人の天性の分野が、人それぞれ覚えがあるはず。新しく引き寄せなくても、忘れているかもしれないけれど、
ほとんどの人にはすでに手元にあるのではないでしょうか。ちっちゃい報告です。ファミレスのウェイトレスさんが私のカップに心の中で頼んだだけなのにコーヒーを注いでくれました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。サラダとスパゲッティと一杯目のコーヒーで満腹だったのですが、あと一杯の気分でした。夫と子供はもうとっくに食べ終わっていて帰りたがっている。カウンターのコーヒーポットには落としたてのコーヒーがたっぷり入っているのが見える。ウェイトレスさんを呼び止めようとしたけど目が合わずに一つ向こうのテーブルに行ってしまった。一つ向こうのテーブルの人がコーヒーのおかわりを頼んだらしく、彼女はポットをカウンターに取りに戻り、一つ向こうのテーブルで注いで、次に何の合図もなしに私のカップにも注いでくれた。私の心の中は、帰る前にもう一杯欲しいなあ、欲しい、欲しい、欲しいというふうに。欲しい、欲しいが、今、今、今、と、今、コーヒー欲しいになったところで、いただけました。で、無理して心で頼まずに、声に出して頼めば無問題なことなんですが、笑。自分全体の中で、エゴは意識にも無意識にも大きく広がり、強い力を持っている。絶望して途方に暮れている時は万策尽き、エゴはへこたれて弱っている時。なので絶望している時は、普段はエゴに阻まれていたことがやりやすくなっている。エゴが普段から固めている過剰かもしれない防衛機構を容易に破れる。今朝の108さんのレスはこの点でも興味深かった。私のエゴは私にほどほど元気があるとき、嘘だよ、ダメだよ、騙されるな、どうせなくせにこいつもエンドレスでリピートしていて、恐れ不安疑いを作るのに余念がない。降参の瞬間はそんな元気はないです。自分の心を見てもスレの流れを見てもよくわかります。引き寄せ法則の活用を普通に認める人の多くはこれまでの人生で絶望を経験してて、しかもカルトなどにはまらない程度に知性理性も防衛機構も論理性も持っていて、わずかでもいくらか世界への信頼も持っている。簡単に否定しちゃう人は学校教育を受けたての若い人が多いかも。鋭い指摘ですね。確かにどうにかこうにか紆余曲折を自分なりに乗り越えてきた人ならしっくりくると思いますよ。なぜある時はうまくいって別の時はいまいちだったのかが。今に焦点を合わせるってのは、悟りを開くと人生はシンプルで楽になるっていう本に書かれてたな。今に焦点を合わせるはとにかく何年か前すごく流行った知恵であり基本と思う。その他いろんな知恵がある。引き寄せはちょっと魔法っぽすぎて大事なことを一瞬忘れそうになる。でも常に引き寄せてる。振り返れば丸わかりだ。私も振り返れば丸わかりです。ザ・シークレットのロンダさんのおかげで、走っている馬の前にぶら下げる人参みたいなのが想像できてね。私の場合、なかなか生きようとしなかった私によかった。おかげで立ち上がろうとしてる。全スレで108さんは、しかし、あえて絶望を経験する必要はありません。今、この瞬間の喜びを感じて、それを拡大していけばいいのです。必要なのは、余計な思考を手放すことだけ、と。技法なら効率は良いけど、最も普通に技法でなく、ただ好きなことをやり抜いた、と思えるほど浸ってやり通したときに、自分全体が一つになっていて、今、この瞬間で生きていると思う。夢中でやり遂げた後って、爽快感やら充実感でいっぱいだから、もう結果なんてどうなってもいいって気持ちになっていたりします。最初の目的なんてもう忘れてる。そんな時ほどご褒美がついてきていると実感しますよ。自分の例で言うと、割と簡単な資格試験なのに、どうしてもこの試験に合格しなきゃ困る。受からなかったらどうしよう、執着付き、
って思って受けたら2回も落ちたことがあります。一方で自分の実力以上の難易度の試験だけど、考えうる準備はすべてやり終えて充実感とともに、あとはもうどうにでもなれ手放すの境地でいたら1回でパスしました。実際受けた時の手応えは 100% 落ちただったのにです。昨日医療費控除をしようと初めてトライした e-tax がうまくいかなくてキーとなった。少し前ならそんなことでイライラするのは良くないと落ち込んだが、昨日はそんな自分も許そうと思えたためか立ち直りも超早かった。百八さんが言っていた今この瞬間には何一つ起こっていないということに対し、そういや私は何も切羽詰まった悩みはないな。逆に問題が今まさに起きている時だけは起こったりしても OK というか、問題が起きてる時に自分はどうなるんだろうと思っていた後で e-tax したのだった。貴重な経験ができたよ。あ、そういえば最近ホーポノポノを実践しています。ぶっちゃけ聞きたいんだけどもさ、ビジョンボード作ったりアファメーション唱えたり財布変えたりして引き寄せに成功した人いる？引き寄せって波動同調の法則なんで、今の自分の状態と同じものを引き寄せるから。引き寄せって本当？って疑ってると、疑ってる状況を引き寄せます。これ基本です。自分の自分の人生だからな。何を信じようが信じまいが個人の自由だわな。引き寄せかどうかはわからんが、サクセスした人たちはひたすら自分の信じた道を突き進んだだろうな。1万時間の法則だっけか。本当にそこまで信じてやり続けれる人は尊敬するし頭が下がるわ。ここで俺の数週間試した結果、まあぶっちゃけ報告できるようなものを引き寄せはしてないが、なぜか人間関係は良くなった。同性異性に関係なく受け入れられやすくなった。いろいろアファメーション書いたり唱えたりしてたが、効果あったのは鏡に向かって唱えるやつ。引き寄せは関係ないかもしれんが、暗示効果であっても効果ありゃいいから少し続けてみるわ。マーフィーの本に欲しいものを書き込んでたんだ俺。数年経って見返したら叶ってたよ。でもね、ゲーム機とかゲームソフトとかろくでもない願望ばっかり書いてた。もっと仕事とか年収とかでっかい目標書けばいいのにね。人間が小さいのかな。小さな成功体験によって他のことも引き寄せられるようになった。ザ・シークレットを読んで意識的に引き寄せてみた小さな成功体験があります。ある入手困難なチケットがありました。手に入れる手段をいろいろ調べたりしたのですが、入手困難であるということしかわからずがっかりしていました。でもどうしても欲しかったので、チケットを手に持っている自分を強くイメージしてみました。そうイメージして約1週間後、仕事の関係でたまたまお話しした人がそのチケット関連の関係者であることが分かりました。あのチケット欲しいんですよねと軽く言ってみましたが、関係者でも入手はなかなか難しくてほぼ無理と。まあそうだよなと思いながら、諦めの悪い私はイメージングを続けました。その間別ルートから売額なら売ってあげてもいいよという話があったりしましたが、私はなぜかちゃんとした手段で手に入ると確信のようなものがあったので、その話には飛びつかずひたすら待ちました。するとある日、以前お話ししたチケット関連の関係者さんから、奇跡的に1枚だけ手に入ったから欲しいならあげると言われました。チケットが手に入ったのはその公演の前日、ギリギリということで無料でした。今回のことが引き寄せを使ったとなぜ言えるのかということですが、自分がイメージしたチケットを手に持っている自分のシチュエーションと現実が完全にシンクロしたからです。いわゆるデジャブに近い感じです。前日に手に入るとはさすがにイメージしていませんでしたが、こんな感じですが
この小さな成功体験によって他のこともいろいろと引き寄せることができるようになりました。一度成功体験を経験するとやり方、方法は人それぞれだと思いますが分かるようになり、より引き寄せやすくなると個人的には思います。すげえんだぜ、わしなら倍額で買ってるところだぜ。結局あれですね、どんな方法が最善かは目標が大きいほどやってみなければわからない。ロアをベースにした楽しい努力をするのが一番効率的ですよね。ロアが好きで信じられる人なら。シークレットに登場した元ホームレスが書いた新刊、新宿紀ノ国屋本店平積み状態北、宇宙スイッチ、ジョー・ビターレチョ。うーむ、偏見でもって書いてみるんだが、これこそまさに今書いてたこの元ホームレスにぴったりな方法。出会ってヒントにはなるかもしれんが答えではないと思うんだぜ。だとしたら一方通行の本よりはコテの人たちに助言を求めた方が有益になることもあると思うんだぜ。たださ、金の引き寄せ方を知ってるやつってたとえ運十億の負債を抱えても不思議と再び復活するんだぜ。知人の親の話なんだが、商売で一気に成金になったものの、その運十億の負債を抱えて倒産したそうなんだぜ。だがバブル絶頂期ということもあってか、その状態からまたド派手な生活ができるほどの会社を作ったんだぜ。しかし驚くべきは、バブルが引ける直前にその絶頂の会社を全部清算したことなんだぜ。その数ヶ月後に弾けたらしいんだが、おかげで今はその時の金だけで悠々と生活できとるらしいんだぜ。金を引き寄せるコツを体得しとるやつはゼロどころか超マイナスからでも金を引き寄せるというお話と、最初の倒産をポジティブに生かしたからこそバブルの崩壊に気づくことができたというお話なんだぜ。まだ読んでる途中なのだが、この著者は欲しいものがあってそれなしでも生きていけるとき願望が叶う確率が上がる。願望を持っていても願望に執着しない方が宇宙はすぐに結果を出してくれるのです。何が何でも手に入れると口に出した瞬間、目標は遠のいていきます。とシークレットプラスリアトラ的な方法論が書かれているね。動画ではまずは簡単だと思われるコーヒー一杯から始めてみては的なことが言われてましたが、それすらできたためしないですね。見落としてるだけかもよ。お茶が欲しいと思っていたら差し入れをもらった。そういう些細なことは忘れやすいから。俺は缶ドリンク一つを引き寄せるのに2ヶ月かかってる。コーヒーより青信号を引き寄せる方が簡単だと思う。私は逆だ。ちっちゃい臨時収入とか物はゲットできてるけど、青信号は全然ダメ。超長い信号待ちでイラッとすること多い。時間変えても不思議と赤なんだよ。青信号マジで引き寄せたいと今朝も思ったところ。引き寄せを信じたいけど不安な人が多いよね。だからダゼさんとか108さんの話を聞いて、引き寄せはあるんだってモチベーション上げたい人も多いと思う。でも引き寄せの法則の効果を期待するんであれば、こういうもんなんだってとにかく信じて、本に書いてあることを忠実に実行すればいいだけなんじゃないかな。考え方は人それぞれあると思うんだけど、引き寄せに関しての他人の意見とか考えは一切見ないで、本を読んで自分なりに解釈したことをただ実行すればいいと思う。いいアドバイスでも入れすぎないで、自分のやり方だけを信じてやってみるのも、フラットな感情で淡々と行動できることにもつながると思う。世の中で大きく成功してる人見てそう思ったよ。現在起きていること、過去に起きたことは思い出すと確かに願っていたことが多い。ロアを知ってから電車の座席、エレベーターに座れる、乗れる確率は格段に高まった。昔の友人からの連絡があったり、イメージに近い形でプロジェクトを終えることができたり、願う、確実に叶う
というふうに常にならないのはある意味当たり前で、万有引力だって物質の重さや距離によってスピードが変わるじゃない。ロアは意図的に願望を実現しようとするのでブレが生じる。願望、実現の矢印の部分に逆の引力が働きやすいから。つまり不安、焦り、つまり叶わないのではないという思いが、正確に言うと叶うのは願望ではなく思考、感情、状態なので、意図的に願うと逆の引力も働かせやすい。だからこそ許容し可能にするや通販のように低温熟成とみんなが言うんだよ。それらは逆の引力を防いでくれるから。最初は具体的なものを引き寄せ願ってたんだが、究極何が望みなのに行き着いたらシンプルだったよ。平安な毎日だった。それはそうと、昨日仕事が上がらなくてダメじゃん自分とかがっかりしていたが、内容的に自分がかなり勘違いしていて、仕上げていたら恐ろしく恥をかくところだった。危機回避もある意味引き寄せかと報告書きこ。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。